サッカーうめえんだなと思いながら。やられてました。じゃあ、またちょっと一回向こう戻ります。はい。い。ここだけの話、あれだな、今日の映像は、結構人質ごと撃ってる映像になっちゃうな、俺。そうなんですか。ええ、さっきのブリッツで上から撃たれたって話は、人質もろとも撃って、と さっきの船のヨットのやつも持っていかれそうになったのを人質もろとも 散弾銃で どうしましょう。アオシマンさん呼んどきましょうか。そうですね。おいでーって。青島さんと谷さんが入ってきたら9人ですか。9人か。直樹さん無理やり呼ぼうかな。いやいや やっ新てんじゃ人ないの？なんかは、他のゲームやってたんじゃないの？いいや、や、今今直メ樹さニューんを見は、てるんですよ。ああ、そうなんですか。ただ彼が紳士なのかどうかっていうところがちょっと。直樹さん強いからな。やるなら直樹さんの方がいいな。直樹さん、私すご弱いいかよ。すごいよ。だって、まあ、パーティー全体の戦力上ら。おげ疲ちれゃう様でから。す。あ、お疲はれい、お様疲れ様でーです。お疲れ様でーす。おーす。すいません、遅くー。に。どういもえでいえ、いえいえ。ー。どのくらいやったんですか？2戦です2、3ね。戦って感じですか？ 2 3、戦ぐらいって感2000じぐらいですね。です2000か？くらいですね。やっぱ2戦ぐらいなんだ。どうしてですかね。とりあえず起今動なんはしかたんちょっですけど、と、またいしてる感じですかね。なんかよくわかんないですけど、ま、待ちですね、今。あ、今待ち状態ですね。は了い、解で待す。ち状態ですね。違うんですか？あ、そうな内んで容す変わっね。てるんですか？内変わっ容てあるれ、のか明日な？からじゃ確なかったっか。け？あ、今そう日なんです、か今ら。日。あ、明日から、あ明れですよね。なんだっけ？ネルギガンテ。日、なんかそんかな名前ら、だったような気がする。そうですよね。正面のやつ。正面じゃない、正面。パッパッケケージージの。そうの。そうそうそう、それそれそれ。パッケージ。あれがなんか倒せるようになるっていう話を。ほまあ、うほう。絶対倒す気がしないけど。武器がありゃいけんのかな。防具も強化されてるんですかね。ですかね。最近、あれか。ずっと笛を使ったんですけど、そろそろ変えるべきなのか悩んでいて。お、笛使いですか。笛です。遠くで笛を吹いて、兵糖を取りまくって、モンスターを動かしまくるっていう、最低の笛です。突進が発生しまくるっていう。いや、でも弓にはもってこいですね。あ、そうなんです弓使か。うんで、今ね、スラッ離れシュてアッくクスれにる。変えようか悩んでるんですよね。ああ、強いですもんスラッね、あクれス、も。あまり人気がないもんだから、なんか人気のないとこ行きたいなと思って。強いんですけどね、あれも、結強構。いですよね。尻尾切るのにはいいです。お塩さん。ん？お塩お嬢ささん。ん？抜けてる。谷お嬢ささん、んがこっちに。こっちに来おて。塩さん。お塩さんにやられちゃったな。たくさんやられましたね。抜かれお嬢た。さんうまい、抜かれちゃお嬢ったさんうまいですからな。ね。うまくないっすよ。たまたま。すごいやられた。太郎さんがこっちに、なんかすごい溜まってきた、人が。溜まってきた。溜一応メンまってきましたバーね。的にですね、はい。キツネさん抜きでさっきの3人がカズさんの方に行ってもらっあ、て、はとい。りあえずそれ私で、と、モンタさんと、誰？と、アマザルさん。アマザルさアマん。ザルさん？うんあ、うん。はい。はい。じゃあ、そ僕れは残で、ればいいわけですね。はい。はい。でしたら、一回僕これ畳んだ方がいいですよね。もうマップそうが。ですね、はい。ああ、そうっすね。じゃあ、これでなんとかな。あ、畳むとかしないといけないですね。もう行ったんだ。紅白戦あんまや、自分が立てたことないんだから全然わかんないですね。僕も全然ですよ。なんせ、人頼みしてますからね。そうですよね。いや、もう人頼みですよ、本当に。完申し全訳ないに。やってもらっちゃって。
じゃあ僕行ってきます。あっちのチーム。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。プロデューサーとかおうかな。あ、青島さん買いました、はい、フューズエリート。フューズは買いましたよ。もうすぐ買いましたよ、フューズは。フューズとミュートが出たらすぐ買おうと思ったんです。速攻で買いました。はい、もう見た瞬間もう買われたかなってしか思ってませんでした。もうフューズ大好きですから。はい、縦ヒューズ、縦ヒューズ、縦ヒューズしか使わないです。だけど僕もそれを見て縦ヒューズに変えました。縦ヒューズ強いですけど、別に別に強いけどそんなに強くないですよ。AK の方が本当は強いです。はい、ただレーザーサイトつかないんだっていうのに気づきました。え、レーザーサイトつかないですか。レーザーつかなかったです。え、レーザーつかない。 PMM?ですね、はい。あ、もう一個の方かな。あ、どうだろう。あれ、あ、もう一個の方かもしれない。どっちかはついたはずだけど。うん。あ、僕の持ってる方、ああ、お塩さんから。お塩さんが。マップは一応ね、立ってて、マップはね、15マップ作ってある。すごい。とりあえず、さすがだ。とりあえずこっちで最初選びますか。そうしましょう。はい。どこがいいですか。マジカのダウンロードマップ3つ以外、ほんとね、爆弾、あ、全部あ、エリカクも入ってる。おお、行きましょうか。すげえ、しっかりしてる。あ、あれか、PMM がつけ、PMM はレーザーサイトつけられて、GSH18 の方がつけてないんだ。あ、じゃあ、私がそっちにしてたのか。そうです、そうです、そうです。弾が出さる方ですね。ああ、GSH は。そうです、そうです。そうです。あ、いいですよ、GSH 使ってください。GSH も好きなんですけど、どうしても PMM の方を使ってしまう。何か絶対やってみよう。ただエリートはまだ買ってないんですけど。エリート買いましょう。ボーナス払いで。今月はですね、お金の力、大人の力使って、モニター買っちゃったんで。あ、モニター買ったんですね。え、モニターってパソコンのですか？テレビですか。一応、はい、ゲーミングモニター。おお、え、パソコンの方の？そうですね。あ、パソコンでもやるんですか。いや、やらないんですけど、もう、うん、ゲームやらないんだけど。あ、やらないんだけど、あ、そう、てか、あれか、プレステ4のつなぐように。144Hz 出るやつ買っちゃいました。おお、すげえ。え、ASUS かどっかですか。いや、勉強の。あ、勉強の方ですか。プロリーグでも使ってるやつです。そうですよね、勉強のプロリーグのやつですね。140なんだろう、そうです、はあ、おー、すげー。あれ、いくらぐらいします。結構しますよね、あれ。ですね、特売で4万でした。あれ、4万でいきます。なんかすげー、裁判までいかなかったか。あ、どうですかね。これ俺どこに行けばいいんだ。んんんあ、俺は動いた方がいいのか。これは動いた方がいいか。ん、どうしたらいいんだ、これは。これはあえて動かないようにしたんだけど。これは、すみません、こっち来て。はい。超動いてる。あ、そっか。僕もそっちに行った方がいいのかな。キツさんのいる方に行くんですよ。ん、誘いをまだ。カズさんとキツさんが。カズさんがオレンジで。カズさんがオレンジで、俺は、なんで、映んないか。これでいいのかな。あ、違う。ん？待ってください、ね。私が入ってない。こうか。お塩さんと、いいよな。あ、空さんがまだ来てない。空さんがまだ来てない。はい。はい、お待たせしました。あ、これでいいのかな？これで大丈夫ですかね？あれ、全員います？いるかな？相手はどうです？こっちはいますよ。いますね。4号でしたっけ？なんか天沢さんが入ろうとしてる。天沢さん入れないよ。天沢さん入れないよ。一瞬だけ。一瞬挑発した。一応じゃあ決定してくださいね。はい、決定しました。マップはどこにします？うわ、どうしましょうかね。新しくなければどこでもできます。タワーじゃなければ。はい。タワーじゃなければどこでも。
タワーはちょっとね、確かにね。オレゴンにしますか。はい、了解です。エリカコオレゴンか。向こうが2人。あ、だけどお塩さんが決定したらそのまま入ります。もう行っちゃう。あ、なるほど。行けます。はい。行っちゃっていいのかな？お、じゃもう強制的に行っちゃった。さっとさっと行きました、ね。よーし。エリカク。頑張ろう。どうしましょうか。入りましょう。攻撃ですね。あ、じゃあ僕グラズします。はい。もう怒られる怒られる。向こうにハードあチーターがいるから。怒られる怒られる。最近ちょっとあの動画編集に気をつけなきゃなと思って。邪魔しちゃかった。この前の忘年会のあの委員長理事長さんの名前も出てました、ね。そうね。名前しっかりと綺麗に綺麗に消してくれたと思うんで、カズさんに申し訳なかったなと思って。カズさんうめえな消すなと思って。すごい綺麗に消してくれた。なかなかねあれはね手間なんですけどできなくはないんですよ。多分ね、多分結構手間なんだろうなと思ってなんか申し訳ないことしちゃったなと思って。あれねちょっと反省した。近すぎ、ね。ルビーにミュート。はい。ミュート家が近か。うん。地下。それグラズできたのが、グラズが遊んで失敗にしか見えない。あと10秒。ここのグラズはなかなかね、厳しいですもんね。あー、まで5秒。あー、選択室の落とし戸を見としますね。もう 2回ありきりのグラズですか。わあ怖い怖い。地下か。玄関開けます。はーい。グレネードを使う。はい。パワード。ミュート2つ壊れた。早い。会議ホールは立つ。すごいな。会議ホールはいない。ここまでは早いよ。ここまでは早い。ロビー階段は狙ってます。上がった。地下通閉めてないな。地下通置いたね。まあ、いいや、終わるか。いないか。どこかな。ドローンを偵察に出す。わかんない、当たんねえ。全然当たんねえ。武器庫クリア。2階の方は大丈夫かな。これ目視で見ると全然見えねえな。カメラ見ると見えんだけど。針が全然見えねえ。ここか、針、ここ、タワー3階、2階クリア。あ、壊した。会議に、はい、会議に1人。会議に1人、どこへ。会議を取りたいっすね。あ、補強した。ちょっと削る人はいるけど、削り切れない。ごめんなさい、降りますね、地下道。はい、はい、会議にいる。会議1人います。1人います。はい。会議1人、はい。うっ、ありますね。やべ、うわ、マジか。やられた、さすが。うん、削ってきた。会議から上がってきましたね。了解。精密射撃が来たな、これ誰だろう。会議にいたのはカズさんですね。あはははは。了解。会議カズさん。うん、カズさん。あ、会議まだいるね。ミリ単位での合わせは嫌だよ、あの人と勝負すんの。1分16秒。1分切りますね。同じとこいる。
あ、やばい、いるわ、会議。細かい味方してる。やばい、それ打ち合ったらやばいかも。やった。ナイス。ナイス。ない。誰を返しました？ルッカ、赤ずさんやったね。ナイス。カット。あ、サポサポなんだ。あと、これ。会議を抑えました。部屋の安全を確保し、バイオハザード物質を守れ。敵が動いた。凶器の配置、凶器の確保を再開しろ。部屋の安全確保。あ、やべえ。死ぬ。後ろからアマザロさん来てたの。後ろから？ナイフキルにこだわってたんだ。15秒。敵のオペレーターは残り1人だ。残り1人。バイオハザード物質を守れ。えい、ウェダイ。ここアマザルさん、アマザルさん上から見てたわ。うわくそ、あー申し訳ない、上にいる、上にいる、入るしかない。アマザルさん、アマザルさん、うまい。ごめんね、すごいナメスのやことでやられたわ。もうがっつりね、撃てるのに撃たずにね、ナイフキルにこだわってた。申し訳ない。どっから来たんだろう。どこですかね。の上に乗ってました。うん、最後はね。天井じゃなくて、あ、そうか。そこも来るまでね、後ろどうやって回り込まれたんだろうと思って。そうっすね。どこから上がったんだろう。元々いた上にいたのかな。さてと、どうしよっかな。うん、危ない。パッチョンか。ミュートし、ミュートしろ、白谷さんとかぶった。あれ、取ってやばい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 。すいません、取っちゃって申し訳ない。全然。あのね、ギリギリまで急いでね、食べたことがまずいですね。よくあるやつ。二人でお金の力を使うからです、うん。そうですよ。まあ、そんなね、どっかの白いキツネさんと同じようなことやってしまった。あの、なんで知ってる？え、どうしました？そらさん、ちょっと待って。あ、こっち側から閉めます。大丈夫です。はーい。これ使いどころ難しいな。どうやって使おうかな。壁の強化完了。あと10秒。残り5秒。取りに来るよね。敵部隊はバイオハザード物質の発見に失敗。はい、もう逃げとくな、壊されるんだ、壊されるな、壊されないように置いとかなきゃ。さて、どうか。もういるの？早いな。ロビー入ります。もういるんだ。ロビー投げると思ったけどダメだ、使えねえ。じゃあセサンがまさかの、どうしよう。全然装備に出なかったや。いかん。上走ってますね。上走ってるね。お？あ、あら？あ、開いたの？開けたの？いや、違う？開けられた？いや、テスト打ちでやったら、ちょっと当たってしまいましたね。ものすごい基本的な話なんですけど、やっちゃった感もありますけど。ナイスです。モンタさん抜いた。さすが。ここに置いたら、ちょっと待って。うわ、後ろ。会議にカズさん。会議にカズさん、はい。カズさん、顔出して殺されるな。たぶん。ああ。狙ってくるか。バイオハザード物質に近寄らせるな。敵部隊がバイオハザード物質を発見した。階段入ってきましたね。階段入ってきた、はい。選択の階段です。はい、争奪中になってます。了
解。はい。降りてきた。いや、変なとこ置いちゃったな。今下置いてきましたね。おられた、上。いただいちゃっていい。争奪中。申し訳ない。だめや。いただきましたー。あざーす。おお、うまい。キセさん。おお、ナイスー。アマダラさん飛ばしましたね。もう一人入ってきた。さあさあさあ。逆は大丈夫ですね。逆、ドローンがさっきいじってたんですけど、一応逆見れてるんで任せてください。お願いします。階段は見えてます。お、復活する。ねえ、あと10秒。時間使いましょう、時間使いましょう。チッチ LMG を残り5秒。ナイスー。おお、いい試合になってる。やっぱカズさんうまいなぁ。うまいですね。うん、でも四方来ましたね。当たりましたよ。うん、よかったよかった。今の残ったの絶対佐藤さんだ。佐藤さんです。あ、そうなんですか。やばいやばいよ。そうやばいよ。オニショットガン。そうですね。何本気で立ち上げる。いや、イメージが世論が俺の資格はまずいですよ。あの絶対もう今向こうで立ち上げ広がってるって言ってます。狐さんも世論どころじゃないですね。やばいですねこれね。忘れてましたよ。スイッチ使う人を忘れてましたよ。女性の支持層が。そうですね。僕もさっき、ね、抜いちゃいましたからね。2回ですね。はい、はい、了解です。あー、バイオハザード物質の位置を特定した。ん、俺目標見つけたの。見つけてますね。うん、どうやって。カメラが端に振ってたのかな。会議に誰か走ってきました。会議に、はい、はい、俺スポンサーの使う場所にいいんじゃない。まあ、いいや。ベッドにやるか。5秒後に突入。バイオハザード物質の確保に向かえ。巻き場所変えるのは。ん？あ、確かに。はい。選べるんでしたっけ。そうです。そうです。俺やね。多分普通にカメラ残してるんだろう。ああ、外から。さん。早い。ナイスです。早い。タワー登ります。はい、お願いします。じゃあ俺はスポンをある程度準備しますね。連絡通路一人。はい。ナイス。オフィス側見ますね、ちょっと。うん、背中から撃たれることはないかな。じゃあスポンスポンします。ベッドです。はい、最初もう一個彼と一緒にこっち開けるキルカス。カズさんいただいた。ナイスです。誰かわかんないけど、うん、今いたね。はい、います。
来ました。完全に見てるな。俺は気をつけないと。はい、青島さんの方に。青島さん。危ない。うん。なんとなく感じた今。こっち戻ってきたら狙います。はい。中ツルいますよ。長ツルを開けます。長ツル一人で気をつけください。長ツル開きました。どうですか。わからん。抑えるな、抑えちゃう。マガジンを変える。はい。長ツールいない。引きました、ね、引きました。はい。じゃあ早いな。もうあで、その後の向き子前の廊下に一人、向き子前の廊下に一人。じゃあ俺まだまだ入ったらやばい、殺される。はい、あじゃあ危ない。そうですね。向き子に一人あるか。やばいよ、俺と同じショットガン使ってきてるやつがいるよ。誰ですか、怒らしてるの。あ、敵は残り1人。あとナイスナイス。あとここのパルス。あ、そっか、本場さんでしょ、なかなか動かないでしょ。佐藤さん、パルスがいる。消去を守れ。お、ナイス。これで入っちゃった、とりあえず。いる、ベッド。どうぞ。いいですか。ナイスです。敵部隊排除、ミッション完了だ。お疲れ様です。逃げた。そうね。そうね。なんとか世論を巻き返す方法としては、そうでしょ。世論を、え、そっち。そこ大事ですよ。何をしようと。そこは大事ですからね。とりあえず配るところから入ろうか。今度はあ、ランダムになっちゃった。ランダムになっちゃった。ああ、そうか。みんなギリで選ぶ人たちです。そう、ギリで選ぶ人たち集まりだもんね。全然こう構えてない。俺同じだった。同じです。あ、守っていってくださいよ、遊撃の人。ありがとうございます。あの、配りですか。ええー、もうあの、とりあえずイメージの回復を図るしか方法がないの。カメラあったんだよな。カメラはどこじゃ。10秒前。カメラはどこじゃ。さあ、どっから来る。悪いカメラはいねえか。残り5秒。悪いカメラだ。何ですか。なんかの、ま、祭りですか。違いますよ。生ハゲ的なものじゃない。どこに行こうかな。中鶴どうします？開けます？一応開けるかなと思って一個開けてはいたんですけど、はい、どちらでも開けましても大丈夫です。はい。ああごめん。おー、大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。申し訳ない。よいしょ。山を使う。あと一つはどこにしようかな。おっと、割れてきたよ、こっち側。割れてきた。ダブル側。はい、ダブル側ね、まあ、普通に窓が。どうだった今。縦います、縦。縦押してくるよ。敵部隊がバイオハザード物質を発見。引いて、サイドから撃つわ。モンタさん、完全にモンタさんです。さすがだな。怒ってるじゃないですか。怖い。もう完全にさっきから同じでした。さすがだな。
あいたわ、止まれなかった。モンタの城テルミットです。カズさんです。はい、シグナルが効いてる。あ、敵近くいます。いる感じですか。もうもう、あの挙動にいます。ナイス、すごい、ナイス。敵部隊がバイオハザードブリッジを入ってる。あ、モンタで多分入ってます。モンタか、はい。バイオハザードブリッジを守れ。あ、佐藤さんにとどめよう。奴らは容器の確保を中断した。あの、なんと犠牲者が言ってるだけなんで大丈夫ですよ。あれ、モンタどこにいるんだ。お、ナイス。モンタどこ。敵部隊が一人残っている。ナイス。うん、どこだ。あれ、モンタどこ。あ、もしかしたらあのタンス先の角。タンスの先の角、あ、そうか、うん、へこんでるとこ。ここにいた。いた。おお、うまい。逃げにしんべいでしたね。いました。いかん。四号という人数差を感じさせない感じ、人数差を感じさせるそのままの結果になっちゃった。向こうのバランス強いなと思ったけど、うん、数で圧倒。そうですね、数で圧倒した。一回バランス変えますか。変えてもいいですよ。変えますか。全然大丈夫ですよ。っていうことはどれが、どうしましょうか。あ、じゃあちょっと向こうでも相談してきます。はい、お願いします。ここに行った。来ましたね。相談しますね。すごいな、沢さん。